井野駅は、高知県阿川郡井野町にある、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、K07。土産線の心四国土佐時代の夜明けの物語を、除く、全特急列車が停車し、高知方面からの普通列車の一部が当駅で、折り返す。駅前にある土佐電交通井野線の井野駅前、停留場についてもここで記述する。井野には、 土佐電気鉄道の井野線が1907年に開業しているが国鉄井野駅が開業したのはそれより後の1924年のことである。須崎から伸びてきた高知線が高知まで開通した際に土佐電気鉄道井野停留場とは別の場所に開業した。井野駅前停留場は国鉄井野駅開業と同時に設置されたものの1944年に 一旦廃止され、1958年に再度設置されている。ホームが地面に接して置かれる地上駅。ホームは南北に2面あり、北側のホームは片側にのみ線路が接する単式ホーム、南側のホームは両側に線路が接する島式ホームである。列車交換が可能。乗り場は北から1.23番乗り場と割り当てられ、1番乗り場がある。 短式ホームと2.3番乗り場がある、島式ホームとの間は、校内踏切によって連絡する。駅舎は短式ホーム側にある。友人駅で窓口や自動券売機が設置されている。2009年3月までは、キオスクも設置されていた。トイレは、駅舎高地方に隣接して建てられている。改札内外双方に設置されており、どちらも、 男女別の推薦式であるが、多機能トイレは、改札外側にのみ設置されている。乗り場特急は、上りが1番乗り場、下りが2番乗り場からの発車となる。上り普通列車は1番乗り場が基本であるが、特急の退避を行う列車及び、当駅始発の列車は3番乗り場を使用する。下り普通列車は2番乗り場が基本であるが、 対比の有無に関係なく3番乗り場に入る列車もある。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように、廃される。ただし互いの乗り場の位置は、東西方向にずれていて、東に、井の方面行きの乗り場、西に、張馬や橋方面行きの乗り場がある。張馬や橋方面は簡素ながらも屋根を備えた、安全地帯が設けられているが、井の方面には何もない。 乗り場駅前風景駅の北、駅前広場の先の国道33号を渡るととさで、運交通の停留場がある。心国とさ時代の夜明けの物語は当駅では、運転停車扱いのため、上皇は、深 ABCD とさ電鉄の電車と街を愛する会、とさ電鉄が走る街混弱、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年。 99.156から158ページ。ISBN4 から533064116。ABCD 今尾圭介日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、58から60ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。上野博人、都佐電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、オペンダタウェブ、サイト高知県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCD 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、45ページ。 ISBN 978から4から06から295161から6。オ p e ン d a t a w サイト高知県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。AB 川島慶造。全国鉄道事情大研究四国編。創始者。2007年。121.288ページ。 ISBN 九百七十八から四から七九四二一六一五一ありがとうございます。